はい、わー、すごくね、美味しそう。あー、すごい、すごい、これ見てください、このこれ、肉専用のサワー、ジントニ。あ、すいません、失礼します。ドライすぎるジントニ失礼します。とブラックペッパーの方失礼します。え、ちょっと待って、これ何ですか、これ、はい、今仕事が終わって、どこにね、ご飯を食べに行こうかというような感じなんですけど、ママがちょっとね、いつも行く場所かな、から連絡を、はい、今ね、田町に、来てるわけです。ちょうど田町と中央町の境目かな、この通りは。期待の宮探すな。飲み屋っていうのは居酒屋も含まれるんかな。ああ、ちゃうよな、ね、違いますか、うん、最近やっぱり肉ばっか続いてて、太り気味というか、ちょっと汗が油ぎってんのかなと思う、DJ ゲルです。よろしくお願いします。どうですか、いや、最近僕もちょっと一旦隙がちょっとね、試験ちょっと忙しい時期が明けたんで、僕も太ってます。ほんまに、ほんまにやっぱ しっかり食べるんだ、受験とか。そうです、やっぱちょっと、まあ、そういう時ってやっぱスタミナつけないといけないということで、まあ、もう時刻はね、もう深夜回って、試験じゃないよ、勉強終わりたての方とか仕事終わりの方もね、終電逃したという方もおられると思うんですけど、まあ、深夜帯でもね、やってるというね、このステーキ屋さんがあるの、そうなんですよね。今日行く場所は、なんかね、先取りでちょっと行ってるね。美味しそうですね、めちゃめちゃ、ね、この深夜帯までやってると、ね、それいいですね、うん、ちょっとじゃあ行ってみます、はい、おいっす。いるね。カットハラミ。どっち？300。はい。カットハラミ300。はい。お願いします。はい。あれ。はい。で、他にもメニューがいろいろと。あら、これもすごくね。すごい。トマホーク。すごいね、いろいろ。でもこの文字もなんかちょっと注文したくなる文字。うん。ねえ、まあ、テイクアウトも。ワインも。おお。ビビってる。ちょっとビビってますね。いや、1ポンド食べたことないんだよ。ポンドっていうのがえぐいね。グラム、うん。高校の時になんか食トレみたいなのがあるんですけど、僕チームで下から3番目だったっていう。いや、食べない方でそうなんですよ。だからもう もちろんそのわー、美味しいしま結構重いですか。めっちゃ美味しいですね。すごい。
すごい。すごい、これ見てください、このお米。もうこのね、画面で伝えれないぐらい大きいですね、うん。そう、何人かは嫉妬するというか。ステーキソースで作られてます。じゃあいただきます。高校時代の映画、これ肉専用のサワー、ジントニ。あ、すいません、あのこのジントニックもらってもいいですか。あ、その肉専用ってことですか。はい。あ、でちょっとドライな感じです。はい、すいません、ドライすぎるジントニ失礼しますと、ブラックペッパーの方失礼しますね。え、ちょっと待って、パッパッ、はい、これ何ですか。これはブラックペッパーです。え、バットみたいな。あ、そうです。これがあのペッパーミル特殊なものになってます。はい、ここからあとショーです。あ、はい、お願いします。失礼します。びっくりした、バット持ってきたから何が起こるのかなと。面白いな、これは。ザカレー、美味しいカレーですよね。こういうのに入ってるね、ちょっとお行儀悪いかと思うんですけど、先ほどのねお肉の時食べてたご飯大盛り入れてたんですけど、やはりすべてはねクリアすることはできなかったということで、まあ、締めステーキということで、この横にある、カレーのルーをね、かけて、食べようかなと。はい、今日本当に僕1ポンドって初めて食べたんですけど、もうとても勉強になったし、美味しかったです。すごい美味しかったです、本当に。まあ、ぜひ皆さんも飲み終わりにはぜひ示していけよかった来てもらったら本当に。あ、ここがやっぱり海は3種類あったんですよね。でちょっと塩はその本来の味を楽しめて、もうわさびはちょっと大人の味を楽しめて、塩コショウはやっぱちょっと美味しい味というかね、本当。あともうカレーとかもすごい美味しかったですね。カレー多分すごい煮込んでてということで、もう今日は本当に美味しかったです。もう一軒これからこれをこれからジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、
チャンネル登録もよろしく。